ジャック・イン・ザ・ボックスの店舗ジャック・イン・ザ・ボックスの大腸、金集団感染は、1993年にアメリカのハンバーガーチェーン、ジャック・イン・ザ・ボックスにおいて、ハンバーガーに使われていたビーフパティを生焼けのまま使用したことによって732人が、長官出血性大腸菌に感染した集団食中毒事件。発生は、カリフォルニア州、アイダホ州、ワシントン州、 ネバダ州のジャック・イン・ザ・ボックス73店舗にも及び、大規模活行範囲に被害をもたらした、史上最悪の食中毒事件とされている。被害者の大半が10歳以下の子供であった。そのうち4人の子供が死亡し、178人以上が腎臓や脳に終身的な後遺症を負っている。発生当初、多くのメディアの関心は、当時まだ世間では耳慣れないこの原因菌、 557とは何かに向けられ、加熱不足の牛肉が発生源となった製造過程の問題にはあまり向けられなかった。この菌自体は1982年に発生した食、中毒事件から認識されており、以降アメリカ国内で22件の発生が確認され、結果的に35人が死亡している。健康審査官は、当時、ソグトイッツスケアリーという文句と、 値引き戦略による特別販促期間中だったモンスターバーガーの汚染状況について調査した。すると現場のスタッフたちは延々と続く高い需要に対する対応に忙殺されており製造過程において適切な加熱時間を確保できていなかったか殺菌に足る十分な調理温度に達していなかったことが明らかになった。当時フードメーカー社長は 記者会見で大腸菌大量発生の責任はボンズ社にあると非難した。しかし、当のジャック・イン・ザ・ボックスは、ハンバーガー肉を菓子155度まで加熱して調理することを義務付けているワシントン州法を知っていながら、それを店舗は愚か会社ぐるみで無視した調理をしていた。裁判後半記録やワシントン州政府保健局の専門家によると、このファーストフード店が 州の基準を満たした調理をしていれば、致命的な大腸菌集団感染は防ぐことができたとされている。アメリカ疾病予防管理センターによる後の調査で、汚染肉の有力な発生源として、アメリカ国内5工場とカナダ1工場の屠殺状が特定されたリチャード・ダーウィン上院議員は、2006年の議会公聴会における食品安全に関する発言で、この件について、 牛肉産業史上、極めて重要な事件と評した。全米牛肉畜産業協会の開発、ナレッジマネジメント部門、バイスプレジデントのジェームズ・レーガンは、この事件について、業界を大きく揺るがし、我々が今日まで続けている、取り組みの大きな流れを作ったと発言した。社会問題となった、この事件をきっかけに、各方面で以下のような対策が行われている。 ありがとうございます。